今回はブレイキングダウン11で突如現れたミスコンファイター村健の経歴や過去について紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。本名は村松健太、2000年生まれの現在23歳ということでかなり若いですね。さらには身長が186センチというかなりの高身長になります。これほどのイケメンで高身長はなかなかいないですよね。しかし YouTube のコメント欄ではキャラクターのせいかなぜかイケメンに見えないという残念なコメントもありました。村松さんは日の出高等学校、現在は改名され目黒日本大学中学校高等学校在学中に出会った親友佐藤新太過去 IMP の影響で芸能界で活躍したいという思いが生まれます。そして高校時代はフラダンス部に所属し、2018年度フラダンス全国大会に出場、フラガールズ甲子園では課題曲部門6位に入賞という功績を残しておりました。また周りにジャニーズなど芸能界で活躍する生徒が多い環境に刺激を受け芸能界デビューを果たし、数々のミスターコンテストで賞を獲得。当時はダンスのキレを良くするために毎日ロードワークを10キロ、ボイストレーニングや体幹トレーニングを毎日欠かさなかったようです。そう考えると顔だけではなくかなりの努力家だったことが伺えます。高校卒業後は健康センターで一人純烈をモットーに演歌歌手としても活動。確かに演歌歌手のような雰囲気もありますが、普通の人とは違うなかなか面白い経歴です。さらには INI を生んだ TBS 系の大人気オーディション番組プロデュース101シーズン2に出演、応募総数8000人中から選ばれ最高順位は23位と人気メンバーに選ばれます。また30カ国以上が集まる世界で最もイケメンを決めるミスターコンテスト世界大会の日本代表に選ばれ世界1位に選ばれたのです。30カ国ある中での世界1位という称号は本当にすごいですよね。2021年1月30日にはプロデュース101ジャパンシーズン2の練習生としてプロフィールが公開される。オンタクト能力評価の自由曲かっこボーカルではヤング過去プロデュース101ジャパンを歌唱。当時20歳とは思えない落ち着いた雰囲気と安心感で本編の開始前から多くのファンを獲得。キャッチコピーは大人になんてなりたくない、もう一度僕と一緒に子供のような夢を見てみませんか。オーディションに参加している練習生の中で最も高身長である186センチの圧倒的な美しさのスタイル、端正な顔立ち、ユーモア溢れる明るいキャラクター、育ちの良さが感じられる品のある立ち振る舞いから多くの国民プロデューサーを獲得しました。また持ち前のギャグセンスで練習生やトレーナー陣からも絶大な人気を誇り、オーディションの緊迫感漂う空気の中でたくさんの笑顔をもたらしたのです。番組内のポジションバトルで披露したオーバーロールのオリジナルリリックの打倒まさや、起こすまさか、かっこまさや、木村まさやというフレーズは逸脱したリリックセンスが注目を集めます。最高順位は23位、最終順位は31位、ご機嫌プロデューサーと呼ばれるファンダムも誕生し、銭湯やスパリゾートハワイアンズなどにもポスターが掲載され、オーディションを通してさらに世間に名が広まりました。さらに村松さんは YouTuber としても活動しており、チャンネル名は村健かっこ村松健太で、一番最初の動画投稿は2019年9月16日、そして2024年1月現在のチャンネル登録者数は 3.3 万人、動画投稿本数は160本、現在は約1ヶ月に1本から2本ペースの動画投稿で YouTuber として活動中。YouTube チャンネルではダンスやモノマネ動画、激辛グルメチャレンジ、レシピ動画など様々な動画が投稿されています。得意な料理はイタリアンだそうです。また村健さんは有田みかん王子に選ばれており、2024年3月31日までの7ヶ月間和歌山の有田みかんの PR を全国各地で行っています。その中でもご自宅の様子を撮影した動画では、お家が豪邸すぎる、かなりのお金持ちなのではと話題に。それもそのはずで、村健かっこ村松健太さんの父親の名前は須藤信光さんです。父須藤信光さんは埼玉県の出身で、1970年12月25日生まれの現在53歳で、元日本キックボクシング3階級制覇4冠王と極真館第7回全日本ウェイト制大会重量級王者です。須藤信光さんは1988年にプロデビューし、翌年にはマーシャルアーツ日本キックボクシング連盟バンダム級新人王となっており、一時期はミサコキックボクシング所属のプロボクサーとしても活躍。現役時代のキックボクシングの戦績は38試合26勝10敗2分けとなっており、2010年8月のボックスファイト旗揚げ戦のメインイベントで天田博美さんと対戦して以降、格闘技からは離れています。須藤信光さんは現在埼玉県久喜市でキックボクシングジムジーニアスジムを経営していますが、2022年9月に脳梗塞で入院していました。当時は左半身が麻痺していましたが、現在は日常生活に支障なく体を動かしているそうです。父方の祖父はホール素子精密シートコイルなどを開発、特許庁長官奨励賞、科学技術庁長官奨励賞などを受賞し、第二次ベンチャーブームで1位を獲得した起業家の須藤光雄さん、親戚には葛飾区議会議員の村松勝康さん、村健かっこ村松健太さんがプロデュース101ジャパンシーズン2に出演されていた際には応援に駆けつけ話題にもなっていました。
2021年の投稿では村松勝康が葛飾区議会議員選挙に出馬します。今年で議員生活28年目を迎える僕のおじいちゃん、雨の日も風の日も一日も休まず27年間街頭活動を続けてきた、その背中を見て僕は元気をもらっていました。これからも葛飾区を盛り上げてほしいという投稿が残されておりました。この文面からも家族思いの育ちの良さがわかりますよね。イケメンで実家も太いなんて今後女性が放っておくはずがありません。そして村松さんは格闘技大会ブレイキングダウン11のオーディションに初登場。しかしここで村犬の面白さが炸裂します。旗揚げ発表会見のおごそかな雰囲気の中でタキシード姿で登場した村犬は、僕のお父さんは天才キックボクサーの須藤信光、3階級制覇し4冠王、そして極真館の5冠王の DNA を引き継いでいます。僕はちょうど20年前に後楽園ホールで小野瀬さんとガルーダ鉄の試合やお父さんの試合を見ていたんですよ。まさか20年後に後楽園ホールで試合するなんて、ってびっくりしました。膝、肘、何でも OK なんて喧嘩じゃないですかとテンション高く一気に幕下てました。この村犬の独特な雰囲気に、あの朝倉未来 CEO やウリタも大笑い。さらにブレイキングダウンに出させてもらっているんですけど、1分の勢いは半端ないですよ。やっぱりデビュー戦は勢いですから、ブレイキングダウンで勝って全日本キックも勝ってベルトを取って9冠王になりますよ、土屋を超えますよと大声を上げて膝蹴りを繰り出します。他の選手とは明らかに違うテンション雰囲気で、ブレイキングダウンオーディションと同様でした。会見後に E ファイトがインタビューすると、村犬は今回原点回帰がテーマですが、他のキック団体の首相撲、肘打ち禁止なんて生ぬるい、僕は須藤信光の息子なので絶対に勝ちますよ、和製ディーゼル脳威でやっちゃいますよとキックムエタイオタクの一面を覗かせて勝利を約束。ブレイキングダウンファンをキックの大会へ引き込む狙いもあるようで、やっぱりエンタメと実力が大事、僕はアイドルもやっていたのでいろいろな層を引き込みたい、格闘技を盛り上げるためにやりますよと鼻息が荒いです。また撮影で村犬はブレイキングダウンのオーディションで朝倉未来やウルティアを爆笑させたキレキレシャドウを披露。静かな会見の中、一人浮いても関係ないとばかりに飛ばしまくりました。ウリタも、おい、お前ひな壇行けと村犬の面白さを認めているようですね。 YouTube 活動でも朝倉未来選手とコラボしており、村犬の面白さに朝倉未来選手も虜になっておりました。今後もブレイキングダウンの主要キャラクターになることに間違いないです。いかがでしたか？ブレイキングダウンでは朝倉未来選手やウリタさんという不良の中ではなかなかいないキャラクターで世間を賑わしております。イケメンで高身長、高校時代ではフラダンスでもかなりの実績を残しておりました。さらにはアイドル活動や30カ国が認めたミスコンの村犬さん、ブレイキングダウンでは若干ネタキャラのように見えますが、父は凄腕のキックボクサー、祖父は起業家というとてつもないポテンシャルを秘めております。面白いキャラクターだけではなく確かな実力、今後の村犬さんの活躍に注目していきましょう。他にもいろんな面白い選手たちを紹介していきますので、チャンネル登録とリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。